望の好カードと言われるこの試合、スーパーフェザー級の日本人頂上対決とも言われております。資生ボクシングジムの、木村義光です。今回の試合は、まあ、チャンピオンの守りのボクシングじゃなく、攻めて、ボクシングを楽しもうかなと思います。しっかり KO で勝って世界につなげれたらなと思ってます。ミドルジムの力石正則です。で、まあ、木村選手もまあ、僕も本当に強い相手と戦って勝ち上がってきて、本当に実績も実力もある選手同士だと思ってるんで、で、まあ、日本人同士ですけど本当にアジアの頂上決戦だと僕も思ってるんで、まあ、勝った方が確実に世界に近づきますっていうか、まあ、本当に世界戦が来年中にできるんじゃないかと思ってるんで、勝った方がしっかり僕も完全に叩きのめして僕が世界に行こうと思ってます。まあ、この試合、まあ、どちらが勝つかってもう本当にもう予想もつかないぐらいの、すごいカードなんで、この試合に勝った方が世界チャンピオンになるんじゃないかなと、はい、思っております。